180丁目、ブロンクスパーク駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ホワイト、プレーンズロード線の廃駅である。1904年11月26日に IRT ホワイト、プレーンズロード線のジャクソンアベニュー駅当駅間の開業と共に開業し、道路線の北側終着駅として機能しており、線路2線と島式ホーム1面、端式ホーム2面を有した3面2線の駅であった。 この路線は、もともとは当駅を越えさらに北に延伸することを考えていたが、ブロンクスパーク内を列車が通過するのは、付近のブロンクス動物園の動物に悪影響を及ぼす恐れがあるとの抗議を受け、建設中に急遽途中駅から終着駅へと変更された。現在、ウェストファームズスクエアマイナスイーストトレモント、アベニュー駅北側で、 ホワイトプレーンズロード線が大きく S 字カーブを描いているのは、この講義による路線不設位置変更によるものである。1917年3月31日の東238丁目駅、1920年12月13日の東241丁目駅への延伸の後、当駅は1952年8月4日をもって廃止となった。ありがとうございます。